お腹がすいた。なぎさ、ご飯にするメポ。はいはい。たく、私はあんたのお母さんじゃないんだからね。ミップルもそろそろお腹がすいたんじゃない？一緒に食べる？そうするミポ。ありがとうミポ。おにゃ、どうなってんの？二人のご飯はこうやって光の園のオムプが作ってくれるのよ。まずまず、空の園で食べる料理もうまいメポ。オムプはやっぱり腕を上げたメポ。果物も甘くてほっぺたが落ちそうメポ。こんな感じで私たちは毎日メップルたちのお世話してるの。でも渚はすぐにお世話を忘れるメポ。うるさいわね。そんなこと言ってるとおねむのカードいくよ。うー、まだお昼寝したくないメポ。渚は可愛いメポ。今日は一段と綺麗だメポ。キラキラ輝いて見えるメポ。ふふーん、そう。じゃあおねむは特別に勘弁してあげる。おいおい、渚のやつちょろすぎるだろう。